上條成功5月20日から2007年4月24日は、日本画家。東京に生まれる。本名、上條健吉。東京、日暮里の昇華に生まれる。父方の本家は、江戸、日本橋の油問屋、マスヤの屋号で商いをする油問屋であった。母は、石川県輪島の出身で輪島塗頭領、木下家の長女、健吉が3歳の時に、父が亡くなる。 1915年、第二日暮里人情小学校入学。1921年、卒業し、東京府私立順天中学校入学。在学中より画家を志す。1923年関東大震災。1925年、日暮里の大化で成果を消失する。1926年、川端が学校日本画家に入学。百二十九年、十一歳で、 中央美術展覧会に、三ゆの松湯色初入選。この年、川端隆子に指示。1930年、川端が学校に本画家卒業。1935年、清流社第7回展覧会に、湯の宿初入選。以後、清流社展へ出品を続ける。1944年3月に王将、八丈島に配属される。終戦後、家族が疎開していた妻の実家。 鳥取県倉吉市に一旦落ち着く。戦後、1949年に清流社に復帰し1951年に一点くれないで社友に、1955年、朝、宝屋竹林で春天賞を受賞、その年清流社を退団する。1958年に新興美術院に参加、常任理事を歴任、1959年の打球裏率いる。 高度者に参加しほか、日本画布展、日本表現派展、邦画会、異端展、国際牧画展、墨の国展等に出品する。1970年より無所属となる。1957年、第1回東京百景展より1998年、第38回古典、卒樹展まで38回の古典開催を続ける。東京百景展、 日本百景展、東海道五十三次店、大和寺、木曽路展、次仙展、世界百景展、第38回古店、卒樹展等。1958年、全日本学士会より、アカデミア賞を受け、全全日本学士会名誉会員。1959年より、真美術を主催、以後、毎年新美術展を開催し、 1997年までの長きにわたり、多くの更新の指導に努めた。上条成光は他人に真似のできない多くのシリーズものを手掛け、各地を旅していた車形をその規則封印に表則を合わせたような作風であるが、時代の変貌の中、工場外や、また、庶民の生活の様子を描く視点を忘れず、愛情も細やかな史上を込めて描いている。 画業70年、生涯が同一筋ではあったが、その前半期は、日本初の新劇の劇場であった、築地小劇場、後に新築地劇団に、赤城県の芸名で舞台に立ち、戦前は、下流流、藤間流の舞踏舞台装置や、文楽の舞台装置、また、戦後直後に、小畜歌劇団の機関士の美術編集長など、稽古な経験の持ち主で画断でも珍しい。 存在であった。画学生時代は油絵も勉強していたが、長きにわたり、日本画家として確立した後、1978年の世界百景展以降、油絵も制作し、発表、油彩、日本画、各々の,の,の特質を生かして、その味わいの原点をも見る者に知らしめる伝達の技は、作家の独断上で独自の画境を展開させた。 全日本美術から1981年1月号、日本美術から1977年3月号、P127 点病から1981年2、3月号、P26 法春から1966年9月号、P35 点病から1980年3、4月号、P27 美術通信 -1980、19 年七7 1号法春から1980年2月号 P37 ありがとうございます。